彼女の名前はキトゥン。ヘキサビルを守る重力姫だ。街の片隅で目覚めた彼女にはそれ以前の記憶がなかった。彼女に残されたのは猫のような生き物ダスティと重力を操る力だけ。その力を使って街の人々を助け、やがて街を守るヒロインになっていく。しかし街の脅威は絶えることなく現れる。この街を守れるのは重力使いである彼女しかいない。彼女の名前はグラビティ・キトゥンだ。はい、どうもヒュガです。じゃあ今回もグラビティ伝説ゲーム実況やっていこうって感じで、まあサイドミッションなんですけどね。なんだめちゃんぺんしてんぺん、あ、めっちゃジムある、一回取らして。はい、ってことでやっていこうか。フィールなってめっちゃ人いるじゃん。なにこれ、え、なに、え、なんだこれ、なんの集まり、集会。まあいいや、始めようか。なにお前喧嘩売ってんじゃねえぞ、おら、おい、ふざけんじゃねえぞ、おら。たくよ、重力姫に、で、なに。はい、じゃあサイドミッション、重力遊戯始めていこう。なんだろうな、なんかすっげえダスティモヤかかってたな。で、なに、ずいぶんいっぱい人が集まってるけど、今日はなんかあるの。寸章会の業務のは今、希望する者たちに体術を指南してる。おお、偉いじゃん、マジか。まあ、大概あれだよね、母語のね恨み買ってる人たちを退治する役割かな。そういうのやるってことは。へえ、いわばフィー道場ってこと。重力使い、弟子たちとの手合わせを頼めるか。いいよ、ちょうど体動かしたかったな。ああ、全然言えない。でもさ、私が重力の力を使わないのは当然として、お弟子さん相手に本気も出さない方がおか、あ、出さ、ん、待って待って、ちょお弟子さん相手に本気も出さない方がいいよね。なんだと、我々をバカにするのか。いや、バカにするさ、こっちは重力姫だからな。俺もカミカミだからな、なめんなよ。それ関係ねえか。だってそうでしょ、私強いもん。それをね、あの慢心って言うんだよ、キトゥン。ならばここにいる全員100人と戦うというのはどうだ。100人、100人抜きか。フィーのお弟子さんって100人もいんの、すごいよね、すげえな。でもそれいいね、気をつかないで済みそう。うん、では重力姫よ、弟子たちを頼む。わかった、任せろ。いきなりね、あー、ダスティ、もうなんかダスティってさ結構可愛いよね。関係ねえか。それではこれより100人組手を始める。次々と挑んでくる弟子たちと戦ってくれ。ただし重力の力は禁止、屋敷の外に出たり池に落ちたり、落ちても負けとなる。 OK、 うん、分かった。100人も相手にするなら気合い入れていかなきゃね、っていう感じですね。めっちゃ上にいたけど今。100人組みて、フィーの門下生100人を相手に模擬戦闘を行います。重力の力は制限されます。で、テンションゲージ、攻撃を当てるとテンションが増加します。テンションゲージは攻撃を受けたり時間が経過すると減少します。テンションが最大になると自動的に、一定時間ユピトールチューンに変身するボーナスタイムになります。おお、なるほど、わかった。まあいいや、とりあえずぶっ飛ばせばいいと。はい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 、弱っ。こいつら弱くね、死ぬほど弱いんだが。2撃3撃、痛え、チキショ、お前ふざけやがって。女の子相手にそういうのはなしだろ、なしだろ。あ、てか回復もあんじゃん。はい、よいしょよいしょ、はいはいはい、やばい、黙るなこれ。黙っちゃうな、おら、どけよ。あー、やべえ、ユピトールチューンになったし、おらおら、おいおら、くらえ、この狂気のこのキツン攻撃、うわすげえな、あいつら怪我すんぞ結構マジで。ほらほら、ふい、もう軽トラレベルだわこっちも。あー、テンションだんだん下がっている。うっ、蛍光灯じゃねえよ、なんかそういうのやっちゃった。あいよいや、どい、痛い、もう人数やばいね。てか70何人もいったな、まあまあいった、やべやべやべ、ほい、笑ってさせろや。ほい、痛え、ちしょ、これめっちゃカラッとになるね。今なんとなくなんか頭によぎったけど。あー、なに、もう邪魔、もうこいつら結構邪魔じゃない。
数少ない、もう爆中やってんじゃねえ、無駄な爆中すな。結構無駄な爆中だけど今、でも邪魔、地味に嫌だな、この爆中嫌だな。言って、何火つけやがった今、誰だよ、火やったの。こういうのなしだろ、お前だからそういうのやるのか。やばい、ガタッとガタッ、もう、邪魔だってんの。俺はもうすぐ半分なんじゃない、ほら、くらえ。ケイトラ、本当にケイトラ。さあ、半分、いて、来ちゃろ。うん、舐めんじゃねえ。重力的にも舐めんじゃねえ。あ、戻った。いいだいな、もう。来ちゃろ、お前ら舐めんじゃねえぞ。こっち取らない、ヘキサビル守ってきてんだよ。ジェリカパラロー、革命に関与してんだよ。関与しちゃった、容疑者かっちゃ。ほらあと36、まあまあいる。爆中やめえ、お前ら。爆中一番面倒くせえんだよ。ほらもう、うぜえ、爆中がうぜえ。もう踏んでやるだろ、お前ら。屍を踏んでやるぞ、お前ら。ほら高まる。なんか言ってたから高まる。ほらもう攻撃なんか言わんねえ。ほらこうやってどうしたい。タックラタック。ほら、くらえ。うん、ほら、いいだい、ほら、やめろ、あれ、なんか今できたな。うん、いいだい、待て、いいだい、ほら、ほざけんだね。回避からの、このコンビネーションじゃ、OK、ほら、どこ以上、あと17、まあまあ楽だな、ただ長いし、こいつらちょこまかったよ、痛い、ほら、もうなんか俺のセリフがなんかちょっとラスボス系なんだよ、もう自分のことラスボスとか言っちゃったら痛いやつになっちまった、やばい、あー、もううるさい、うるさい、黙れ、お前ら、ほら、ボコ出てこい。ボコはお前が相手しろ。こいつらじゃ腹が立たねえ。お前が俺のライバルだ。ボコ、よし、一気に傾ける。ほら。よいしょ。あれ、あと2体。あと3体、2体。いて。ほら、邪魔だ、ボケ。ほら。おっしゃい、どうじゃい。ここまで。オッケー。長っ。これで全員に勝った。いや、まだ一人いるぞ。誰？ボコ、久しぶりに俺もお前と戦いたい。ボアラックでどうだ。あー、懐かしいね、最初じゃん。あは、フィーが相手なら私手加減しないよ。んってことは重力系 OK? No? OK がいいね、楽だから。あ、無理な感じするね。待って、ふい、このほいおい、もう無知やめろ、お前。こっちがそういう重力やってないんだから。待ってくれって言ってんだろう。やめろって言ってんだろう。やめろ、やばいな。やめてこいつ女子に全く手を抜かないスポーツマンだ。畜生、やめろ。もう脳筋でさえね、そういうのはね、はばかられる。そういう時代だから、やめなさいって言ってんでしょうが。え、痛い。死んじゃう。よし。避けて一回。はい。危ねえ。ほい。避けて。ほら。おっしゃ、どうじゃい。川に落としてやったわ。どうだ、水の味はうめえか。錦鯉でも飼ってんだろ。やばい、喉が今詰まりそうになった。はじめ。そりゃなしだってさ。そらなしだろ。うわ、こいつ、うわ、そういうことやっていくんですね。一撃でやられんなよ、俺も初め。ちょっと、だけど、こういうのは無知なんだよ。お前、何プレイだ、それは。無知プレイだ、今日見ねえんだよ、こっちだよ。こっちとら。はい。ほら、衝撃から食らえ。いで、一撃が重いんだよ。お前重いんだよ。よいしょ。いで、足引っ張れ。もう怒った。今。なる。一旦こっちにおびき寄せていい。川に落ちたくないから。いで、ちょっと、すんだけ、待って。おびき出そうとしてやがる、あいつ。そう、あっち行ったらどこ。え、上ね。何やってんの、あいつ。まあ、立体機動装置を知らない。知らないから、もう、やめなさいって。はい、よけて。いてちしょ、こいつのだけはって、無知読んじゃのねってんだろ。よいしょ、
ほい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 ほらどうしようえほら鈴鈴よし、うー勝った勝ってやったわさすがだな重力使いだろ。弟子たちだけでなく俺にとっても今日はいい修行になった。本気の技のぶつけ合いは心さえも磨かれる。また手合わせを頼むぞ。オッケーオスフィッショー師範やっぱ流されやすいんだな、ここまで来ても。ん、あ、おい、お前ら俺の出しな、今日からよろしくよろしく。あれ終わり、あれ、あ、終わっちゃった。そして誰もいなくなるっていうね。じゃあやっていきましょう。サイドミッション貴婦人の雲隠れやっていこうか。なんだろうな、あ、なんか今の人運び屋じゃないの、え、じゃね、え、今の人は運び屋じゃね、あの気失ってた人。あれ、あ、だよね。よう運び屋の助っ人頼んでもいいか。なんだよ宮崎駿めっちゃ似てんだよお前。それが白い紙になったらもう本当に宮崎駿だかんなお前。いいけどこの間みたいな変なものを運ぶのは嫌だよ。安心してくれ、今度は普通の荷物さ。本当お前ただちょっとばかり職人技を要求されるかもしれないな。こちらが今回の依頼人のマダムだ。この女の人ハビーナのお金持ちの奥様だよね。こちらのマダムレイコルモスナへ引っ越されるそうだ。え、レイコルモスナってどこだっけ、あの、あれ、レイハビーナじゃなくて、あれ、コルモスナって一番下じゃなかったっけ、あれ、あ、俺がなんか今間違えてんな。あれ、どうだっけ。これから新居まで家財道具一式を運ぶからそれを手伝ってくれ。お金持ちの奥様が、あ、何も言えない。お金持ちの奥様がハビーナからコルモスナへ引っ越し、あ、だよね。うん、あんまり詳しい事情は聞かない方がいいか。なるほど、お引っ越しのお手伝い、お安いご用です。それじゃあこの敷地内の、え、あ、敷地中の荷物をそのこの船に全て積み込んでくれるか。わかった、まずこれとそれとあれとそれとこれとあれとそれと、もう多い多い多い、あー、もう多い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 って多いから、え、以上の荷物をこのに、あー、わかったよ。え、この小さい船一つに全部を積み込むの、今立て込んでてな、船も全部出っ払って、これ1でしかないんだよ。え、貨物船とかあるじゃん、金持ちなんだろう、使えよ。じゃあ往復するとか。そんなのダメよ、燃料代が余計にかかってしまうじゃない。あ、お金に余裕がないのかなこの人。いろいろ厳しくてあまり費用がかけられないのよ。一度運んでちょうだい。うん、分かったけどさ、燃料を無駄遣いしまくっていたハビーナの奥様とは思えないことを言う。あれ、あ、同じ人なのかな、違う人だよね。俺が頭に来たあのお嬢様じゃねえ、奥様じゃないよね。じゃあせめて持っていく荷物を減らすとか。由緒正しきは大事な我が家の家具なのよ、どれも置いてはいけないわ。そんなにか、わがままなの相変わらずか。とりあえず詰めるだけ詰め込んでくれ、ひたすら高く詰めばいい。わかった。不安定にならない、運び屋さん操縦しにくくない。大丈夫だ、難しい操縦には自信がある。運び屋の腕を甘く見るなよ。お前ほんと言ったなお前、俺すっげえ不安定な置き方するからな。しまった、運び屋さんのやる気に火をつけちゃったそれはやっちゃったね。じゃあやるか相棒、次の仕事まで時間がないぞ。3分以内に頼む。マジかよ、時間制限3分、急がなくちゃ。わかった、じゃあ大きいものから最初積んでいこう、ちっちゃいものは後回し、それで行こう。引っ越しの手伝い、重力グラブを駆使して荷物を貨物船の上に積み上げましょう、ね、積み込む順番を工夫するとうまく積み上げることができるかもしれません。荷物を大切に扱うためにこのミッションでは重力グラブで引き寄せられる範囲が制限されます。わかった、なるほどね。じゃあやるよ、やればいいんだろう。よいしょよいしょよいしょ、うーん、乗れない、まず乗れない、まず乗れない、はい、でここよいしょ、で、はい、あ、そっちに落ちるのか、まあいいや、あれ入れない、オッケー、いいんじゃない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 、よし、いいぞいいぞ、うーん、
もう30秒経とうとしてるね。あのでっかいの、あのでっかいの、これ持ってきゃいい。まずここ持ってきゃいいよ。2、待って、タイミングタイミング、ここいいんじゃない。でっかいのから、でっかいのからどこにあんだよ。あとはあ、椅子椅子、あれがでっかい。これをまず運ぼう。これは運んで、よいしょ。で、ここ OK、 いいんじゃない。うまいうまいうまい。まだあんのかよ。もうめんどくさいな。もう奥様、奥様めんどくさいだぞ。ここでいい、まだいい、あっち、よいしょ、よいしょ、ここでいい。はい、はははは、はい、ここ OK。 うん、分かったよ、分かってるよ。大事に運ぶよ。多分めんどくさいな。お金弾めるよ、ちゃんと。よし、いいぞ、半分半分、あともうあとちょっといいぞ。これ二つ持ってって、よいしょ、飛んで気に入る夏の虫。 OK、 いいよ、 OK。 あれ、いいんじゃない。一個でも忘れたら大丈夫、もうあとちょっとだから。よし、いいぞいいぞいいぞ。よし、この二つ、よし、なんとかいけんじゃないか。意外と乗せられるね、乗せられるね。待って、ここだ。あ、あっちよ、こっち。よし、で、あれ、いっすいっすいっす、もういいから、もうやったじゃねえか。オッケー、オッケーだ。待って、はい、ここいいんじゃない。おっしゃ、できた。意外と余裕でできた。やったー、間に合ったー、やったー、できたー。あー、できたー。よかったー。よし、まあでも結構安定してんじゃない。後ろのあの木箱だけなんかちょっと不安定そうだけど、意外といけるっしょこれ。あら、ちゃんと詰めてるわね。安心したわ。うん、ちゃんと積んでやったよ。よくやってくれた相棒。ここから俺の仕事だぜ。さかってな。罪に崩れないといいけど。崩れんじゃねえのこれ。大丈夫？え、大丈夫？不安不安不安。遅っ。うわ、なんか来たよ。なんか来たよ。やるな、やらかすな、お前。やらかすんじゃねえ。なんもやんじゃねえぞ。大丈夫？あの鳥は大丈夫？あ、大丈夫だった、よかった。そういう流れかと思った。マジでそういう流れかと思った。まあでもよかった。ん、これで OK？ 終わりなのか？終わりなのか？あり？あ、なるほどね。ここに来て、え、もう終わりだよね。あれ？合ってるよね。大丈夫？ちゃんと終わった？ん？なになになに？みんなめっちゃ驚いてんじゃねえかよ。みんな飛び出してきちゃったじゃん。どうすんのこれ。なに？あ、ここに住み移るの？あー、そっか。ここね、コルマスナ、コルモスナ。言い間違えた。あ、そっかそっか。あー、でもここでいいんだ。うわー、この荷物一人でやんの。マダム、荷物は確かにお預けしましたよ。助かったわ、ありがとう運び屋さん。うん、まあいいけども、いいけどもね。運び屋のお嬢さんもありがとう。これお礼にあげるわ。何？え、チア、嬉しい、大事な家具なのにいいんですか？この新居狭いでしょ。家具が入りきらないから少し減らそうと思って。ああ、じゃあいいじゃん、別に最初はあんなに持ってこなくて。それ積み込む前にやればよかったのに。本当にね、本当だよ。ピピピ、何？え？あ、運び屋からの仲間からだ。大変です、引っ越しの依頼が殺到中です。何でも高く荷物を運んで運ぶ技術が積み込まれて、何も言えなかったね。さっきの予算みんな見てたんだね。うーわ、え、これきつい、巻き込まれねえよな。こりゃ忙しくなるぜ、運び屋の腕が鳴らせ。まあよかったね、稼ぎ儲けができてね。その後、荷物の頭部を乗せた運び屋の船はジルガパララオのちょっとした名物となったそうだ。そうなんだ。終わったし。お前か、サイドミッション、続アイドルを探せ、始めよう。なんだ、何の用だお前、ふざけやがってよ。この前は痛い目にあったぞ、痛い目にあったかんな。全然話進まんねえぞ、なんかカクってしたなお前。コネコちゃん、おいしさ。それっぽく話すのなんかできんだよな。ヘキサブルでナンバーワンのスターになりたくない？どうせ影武者のお仕事でしょ。飲み込み早くていいね。
イエス、この前のユウの仕事がパーフェクトだったから、ポートリーちゃんが子猫ちゃんを気に入ってくれたんだって。そんな都合のいい使われ方したくねえな。こっちもアイドルかんな、お前。アイドルだかんな。アイドルだかんな。3回言っちゃったよ。へえ、有名なポートリーちゃんが私を気に入って。また流されるパターン入りました。今回もパーフェクトならポートリーちゃんとの共演有名じゃないかもね。で、今日のポトリーちゃん、ダウンタウンの街中でドラマのロケなのに、エキサイティングなファンをロケエリア外にプリーズ誘導ね。オッケー、わかったよ。ファンを引きつけて別の場所まで連れて行けばいいんですよね。 That's right。 通信機を渡しておくからミーの指示通りに誘導ね。オッケー。さあ、ポトリーちゃんの衣装にナウ着替えちゃって。ナウはダメだ、お前どっか行ってろ。まったく、もうふざけやったのね。もうあんな、ああいうチャラいやつはもうほんと信用なんだよね。たくさん、そういうのにね、やっぱ引っかかるのもよくない。やっぱ引っかかるのもありかなって。手のひら返し。で、ファン、この辺りで、ポトリちゃんがロケするんだって、すげえ、俺絶対にサインしてもらおう。そんな有名なんだね、ポトリちゃん。ポトリちゃん何者なんだろう。てか、ポトリちゃん自体が出てきてないからね。続アイドルを探せ。ファンをうまく引きつけてゴール地点に100人以上誘導しましょう。ファンに捕まると正体がバレてしまいます。了解。重力操作とチューン変更はできません。了解。じゃあまずは走り回ればいいと、そういうわけだね。よし、来いやおめえら。俺がお前らを導いてやるぜ、新世界に。おら、どうじゃお前ら。おい、俺の背中を追ってこいや。ふっふっふっ、危ない、危なかった。今はな、犬も連れて歩ける、なんかそういう、なんか持ってるかな。おら、よし、おい、こいや、お前ら俺についてこいや。あちきについてきな、あちきについてきなされ。お、子供、すっげえ今なんかすげかった。おら、ほら、こいや、おい、おい、ほら、おら、え、こいや、こっち、こいや、こいや、ほい、ほら、よし、なんとかなってる。でも、これ以上人いねえぞ、どうしよう。これ以上全然人いないんだよ。どうしよう、どうしようね。全然いないんだけど、犬、うわ、危ねえ、危ねえな、うえ、全然人いないよ、これ以上。どうしよう。ウェイ、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 はい、ハロー。ハローベイビー。100人いた。はい、行ってない？あれ？まだ？はい、100人、100人。行った。ふい。ここ行って、ここ行って、おいし。で、あっちだな。うぅ。これなんとかなってんだ。106人だって。でも100人超えたらいいんでしょ？オッケー。うぅ。なんとかなった。あそこまで行けばいいんだ。うん、ポトリーちゃん、メイドの土産に。やめて、そういうこと言うの。あ、やめろお前、来んじゃねえ、あっちか。うん、奥に行ってね。マネージャー、お前ふざけんじゃねえぞ。もうちゃんとした仕事入れなさいよね、入れなさいよね。で、あそこか。もうこれ、こっからが大変なんじゃないの。よいしょ、よいしょ、はい、お、邪魔だ。うお、バレちまったら仕方ねえ。消すか。これ意外とむずくないですか。どっからやるんですか、これ。こっからやるんですね。なるほど、理解しました。行くぞ、おらら。まだ走る、ジグザグに走る、走る、とことん走る。そういう意味だぜ。おらら、お前らポートリーちゃんだぞ。ポートリーちゃん、お前らの大好物のポートリーちゃんだ。どうだ、お前らの飯だ。飯ではないな。おらら、おいおいおい、お前ら、そんな話してる暇あるかい。ここにアイドルが、スーパーアイドルちゃんがいるんだぜ。あ、ばい、人が人の波って怖いんだね。渋谷のスクランブルここ3年かって感じだ。もう、はい、ハロー、ハイファイン、センキュー、エンディル。ほら、ギリギリを攻める、ギリギリを攻める。それこそ、まさに、鏡のごとく、なんか、そういうやつ。敵と、どこでも敵と。よし、行くぞ、ここまで来たぞ。もう、あとはここの人数集めりゃ終わりだろ。ほら、おい、来いや、おら。おい、ファンドも群がりやがれ。ほら、こっちも来いや。おめえら暇してんだろ今、ポトリーちゃんが来てんだぞ。おい、来いや、こっち来いや。おら、よし、ついてくるな。どこ、あれ、こっち反対側だった。あ、ペッ、死んじゃう、おぶね。カクカクしてるし。よく今逃げたな。よし、
ガキどもついでいいな、おっちゃん、そしておっちゃん、お姉ちゃん、おばさん、来いや、おら、お姉ちゃんも来な、そこのお姉ちゃんも、あっちのお姉ちゃんも、おら、ついでいいな、あっちについでいいな、ちょ、危ねえ、危ねえ、こんな狭い道、危ねえ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 、人が多い、人が多い、おら、ここまで来たんじゃ、もう、怖い、左に曲がる、わかった、落ちるの、オッケー、うん、左に曲がって、次、右折するんだね、よし、曲がった、よし、いいぞ、はい、もうすぐ先、オッケー。いた、あいついた、もうお前ふざけやがってよ、俺らタックルじゃボケ、長かった、ポトリーちゃんはあっちに行ったぞ、見える見える見える、大衆って動かしやすいんだね、グッジョブ、お疲れちゃん、ポトリーちゃん、コナコちゃんも褒めれたよ、立派な影武者になれるって、影武者になりてんじゃねえんだわ、もう、え、影武者って女優じゃなくて、またヘビーのバーグが決まるかもしれないからマッスル鍛えて回っててちょうだいね、コネコちゃん、あの私もう芸能のお仕事やめます、もうこれ芸能じゃねえんだわ、コネコちゃんリアリー思い描いてた世界となんか違うなって、すいませんもうなんかね、まあね違うよ、私普通の重力世界に戻ります、なんか違う、もうこれなんかあったから、これ現実で違うから、そういうやつじゃないし、てか普通でもねえんだよ重力使いが、そもそも、あ、何ん、キャー、やっと会えた、え、うん、ユウはポトリーちゃんのファン、勝手に来ちゃう、え、何、うん、どいてよおじさん邪魔、本物だ、こんなところで会えるなんて嬉しい、何、私ポトリーちゃんじゃないよ、偽物だよ、それは分かってます、私たちは重力も、あーちょっと待って、重力姫のファンなんですって、うおーごめん、泣きそう、マジで泣きそうなんだけどごめん、あーそっか、重力姫のファンが、そっかごめん、あーマジで泣きそう、そっか、よかったね、もうさ散々な目にあったよね、うん、兵器サビで戻ってさ、みんなに忘れ去られて重力姫って存在を、ファンができたね、また、まあもともとかもしんないけど、え、私のファン、いつも街を守ってくれた、あー、ありがとう、握手してください、もうスルスル、かっこよくて可愛くて大好きです、サインお願いします、あー、スルスル、もうハグまでしちゃうわそれはそらキモいな、ごめんね、はい、握手とサインね、うわー、ファンだよ、あー、これはもうね、あー、そっか、よかったね、本当にありがとうございます、頑張ってください、ありがとう、ありがとうございます、ずっと応援してますね、うわー、忘れないでね、もう何年経っても忘れないでね、はい、ありがとうございます、女優の夢は破れたけど重力姫としてこれからも頑張るぞ、はあ、記念写真撮るよ、もう記念写真撮ってあげるから、ここほらね、笑って笑って、いくよ、はい、いくよ、はい、チーズ、いや君たちも頑張ってね、応援してるよ、ありがとうね、本当に忘れないでくれてありがとうね、あー、よかった、この街って汚い部分だけじゃねえんだな、やばい、アップになんない、あ、できた、